長広院は、名古屋市畜作にある臨済宗明神寺派の寺院。三号を、上野山と称する。本尊は、薬師如来。会期は、加報叩きよ。解散は、菊磨素元禅寺。戦国時代の天文7年に、新州小笠原家の後衛である、加報氏一族の加報叩きよが、菊磨素元を解散とし、居城である、上野城の北東にある、くすし道に祀られていた。 薬師如来を本尊として寺院を建立した。定清は、戦乱の世が進み戦場を駆け巡る日々が多くなると、武運長久と一族の安盟を祈願するために、信仰していた将軍地蔵菩薩を祀るための道を寄進し、寺を心の拠り所とした。しかしながら突如、本能寺の変により、加法師一族の存亡の危機が訪れることとなり、長広院も断落ちである。 家宝氏の後輩と命運を共にしていくこととなった。歴代住職の厳格な修風により、上野村の前寺として、村々の人々に支えられ、少しずつ画乱を整えていったが、幾度となく、最悪に会い、五世、ことミネチ、峰町正し、九世、義本宗金十四世、孔さん、玄広氏の代に大規模な再建がされた。近年では、 1945年5月14日の名古屋大空襲により、三門、首郎を残して、ことごとく怪人に返し、書道を消失したが、人々の熱心な信仰に支えられ、本堂、納骨堂、栗、書院、玄関、飲料、地蔵堂、茶室、平等が築地再建、新築され、京に見るが乱となる。寺として、宝蔵寺、万福寺、桃よりがあったが、 現在はない。名古屋市畜作上の一丁目4-18。ありがとうございます。